今日はウェブ2.0革命によっても変わらぬ情報の断りまあこのテーマで話をしたいと思います、えー、まずこの世の中には なぜあの人のところには大切な情報が集まるんだろうかと感心する人がいますねいわゆる営業の達人とか企画のプロその道の情報通などという言葉で呼ばれる人々なんですけれどもこれらの人々は実は長い経験から情報の断りと呼ばれるものを知っているんですね身につけていると言ってもいい。でそのの断りの基本は まあこれはよく言われることなんですけれども一つ、えー、価値ある情報を発信する人間のところに価値ある情報が集まってくる、まあ、この断りですねでしかしその時さらに3つの断りをしておくだけでその価値ある情報が集まるプロセスを加速することができるんですね、えー、ではそれはいかなる断りか、えー、3つ申し上げたいと思います まず第一のことわり情報に思いを込めると役に立つ情報が集まってくるんですねでこの思いを込めるとはどういうことかこれは情報を相手に提供する時いつもこの情報はこの人の役に立つだろうかということを深く考えるということですねそれから相手の役に立ちたいという思いを常に持つということですね そういう気持ちを持って思いを持って情報を相手に提供するということをしているとやはりその思いや気持ちというものはやはり相手にも伝わるそうするとこの方もまたこちらの役に立つ情報を提供しようという気持ちになっていただける、まあ、その結果自然に役に立つ情報が集まってくるということが起こるんですねもちろんそのためには常に相手の仕事や立場 専門とか興味というものを知るという努力も必要ですし、えー、喋ってる最中に相手の心の動きを感じ取ることとか相手の気持ちを想像するという力量も求められる、まあ、これは、えー、なかなか高度な力量であることもまた事実なんですけれども、えー、この情報の断りの第一情報に思いを込めると役に立つ情報が集まってくる、えー、第二の断りは情報に言霊を込めると 自然に情報が集まってくるんですねでこの言霊を込めるとはどういうことかこれは情報を相手に提供する時ただ情報をそのまま提供するのではなくその情報に面白い物語とか新しいコンセプト切れ味のいいキーワードなどを付け加えて提供するということですね。 そうすると相手も面白いと思ってその物語やコンセプトキーワードをさらに豊かにするような情報を自発的に提供してくれることがしばしば起こるんですね、まあ、ここでいうこの物語とかコンセプトキーワードと呼ばれるものがいわゆる言霊言葉に魂が宿るというまあ意味の言霊ですね分、まあ、かりやすく言えば聞いた瞬間にワクワクするような言葉を語れるかということですね まあ、例えば、えー、一つの例を挙げると、えー、単なる新しい、えー、インターネットの技術を説明するだけじゃなく、えー、この技術はあえて言えば Web2.0 と Web3.0、えー、を結ぶ Web2.5 の技術だろうかなんていうふうに語ると周りの人もこれもその2.5の技術だろうねいや、これはむしろ3.0だろうかといった形で、えー、自然に情報が集まってくる。 まあ、例えばこの場面ではウェブ2 5の技術という言葉が、えー、ささやかな言霊になってくるわけですね、まあ、すなわち情報に言霊を込めると自然に情報が集まってくるということが起こるんですねこれが第二の断り第三の断りは情報にたみを込めると貴重な情報が集まってくるんですね では、企みを込めるとはどういうことか。これは、情報を相手に提供するときに、その情報を使って、こうした面白い仕事を仕掛けたいとか、まあ、こんな新しいビジネスを起こしたいといった自分の企みを合わせて語ると、まあ、相手から貴重な情報を提供してもらえることがしばしば起こるんですね。というのは、ビジネスのプロフェッショナルは、相手に何かの面白い仕事や、新しいビジネスの機会を感じるとき、 自分の持っている、えー、貴重な情報も、まあ、惜しみなく相手に提供しようというふうに思う時があるからですね、えー、すなわち、えー、情報に企らみを込める、えー、その情報を使ってどんな面白いことをやろうとしているのかこの企らみを込めると、えー、貴重な情報がやはり集まってくるんですねこれが第3の断りです、まあ、以上今日は Web2.0 革命によっても変わらぬ情報の断り、えー、3つ